はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は移籍評価来季予想布陣キラマンツ北九州編ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、北九州結構選手の入れ替わりが激しいオフとなりましたね。まあ主力級の選手が何人か抜けてというか、まあレンタルバックもあったんですけれどもね。ということで結構やっぱり1年でのこれ、J2 復帰とならなかったのがこのオフに結構まあダメージとして、ね、来た感じがしますけど、さ、まあ来シーズンこそね、もう今シーズンかでも、今シーズンこそね、これまあ J2 昇格向けてね、本当なんとかやってほしいことでございますけれどもね。はい、ということでこちらはメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方ではジェリーが浦レッズや九州勢を中心として動画を作っております。で、これからの季節はこんな感じで、まあ、J リーグ全般の話とか、今シーズンに向けた話とかやっていこうと思っております。で、北九州に関しても今シーズンも全試合、プレビューとかレビューとかやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょうかね。まずこちら移籍の評価ポイントというところで、今回こういうところを主にまあ見ていくよというところにはなってきますが、一つはまず弱点を補う補強ができたかどうか、そして戦力アップができたかどうか、そしてまあ市場自体は3月まで開いていますし、 J3 はちょっとね J1、J2 と比べると開幕が遅いんで、まあ、本当ねギリギリまで動いてくるんじゃないかという感じがしておりますけれどもね。で、あと評価は S から D の5段階評価で、まあ一応収録日現在での評価というのが本日1月17日の午前中にはなってきますんで、そこまでよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょうかね。まずこちら、これが新規加入選手と、まあ、アウトというところが一覧にはなってきますが、まあ、こんな感じですね。まあ、新加入でいうとやっぱり、ね、長崎から、帰ってきた村松選手、ここはね本当精神的にも、大きな補強になったんじゃないですかね。まあ、ギラバンツ北九州が、J2 で一番輝いてた、時の主力選手にはなってきますしね、この、村松選手の復帰というのはやっぱこうサポーターも、嬉しいと思いますし、本当苦しい時にこう、まあ、チームを支える、そんなやっぱメンタルを上げてくれる選手になるんじゃないかという感じがしていますんで、ピッチ内外での、まあ、良い影響というのにも期待していこうと思ってますけどもね。で、あと相模原から多田選手とか、あとね宮崎で結果残した岡田選手ですね。まあ、岡田選手に関してはどこで使われるかですね。まあ、今シーズンね北九州結構左サイドハーフが充実しているんですよね。で、宮崎時代岡田選手も、左サイドハーフで起用されて、そこから得点を量産したんで、まあ、岡田選手に関しては多分左サイドハーフと、思うんですけれどもね。まあ、そういう、まあ、ポジションについてもちょっと気になる選手ではございますけれどもね。で、あとは野瀬選手ですね。八戸からやってきた野瀬、この選手もだからサイドハーフ、左サイドハーフの選手なんで、多分岡田選手か野瀬選手どちらか右に回るんじゃないか。まあ、この後ね予想配置とか出していきますけれどもね、ってのがありますね。で、あとは今年も大卒の選手結構取り回していたね。まあ、この辺の大卒の選手たちが、まあ、どういう風な活躍を見せるかどうかですね。僕は本当大学の選手とか新卒とかユース出身の、ね、選手に関して本当詳しくないんで、ね、こういう選手たちが、まあ、どういう風な活躍を見せるかどうかというのもちょっと今シーズンの、ギラバンツ北九州を左右する、まあ、要素にはなりそうでございますけどね。で、アウト、ね、放出のところで見ていくとやっぱり、ね、高澤選手とか、張りが中塩、西村、藤川、この辺のやっぱ主力級の選手に加えて、やっぱり今年、ね、サイドバックも選手層としては不安なところになってきますね。まあ、右サイドバックにはなってきますけど、まあ、そこで昨年、レギュラーを1年間務めた藤谷選手も、まあ、移籍と、しかもライバルの松本山雅というのは結構痛い感じがしますしね。で、ここ数シーズンにわたってギラバンツを、支えてくれた佐藤選手も群馬へ移籍ということになっているんで、本当各ポジションの、主力級の選手が、まあ、移籍、まあね、これ藤川選手とかね、何人かの選手に関してはレンタルバックにはなるんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね、っていうのはやっぱりありますんで、痛いな、この移籍の方がちょっと痛い感じがしますけど、特にディフェンスに関してはちょっとね、大丈夫なんかってぐらい抜けてますんで、まあどうするか問題ですね。藤原選手も引退しましたしね、というのがありますんで、そこはやっぱ新卒選手とか、まあ、昨年出番が少なかった、まあ、今年2年目の選手とかに、活躍は期待していこうと思ってますけどもね。はい、
そしてこちら補強評価としてはまあ B ですかね。まあ主力の顔ぶれは変わりずの今季にはなってきますし、まあ最初まあ精鋭というか、本当ね人数的には少ないんですけどね、まあそれでもやっぱ結果が残せそうな選手の加入、まあさっきも言った通り抜けた選手は結構痛いんですけどね、抜けた選手は痛いんですけれども、まあしかしね村松選手であってとか岡田選手であってとか野瀬選手とかこの辺のまあ実力者というかしっかり J3 では、結果残した選手とか、まあ、村松選手に関しては十分 J2 での、実績もある選手なんで、まあ、この辺の補強というのは結構当たる感じがしますけど、もうただ選手層という意味でちょっと薄い感じがしますんで、まあ、ちょっと甘くはつけてます正直、まあ、甘くつけて B かなという感じがします。まあ、どちらかというと C プラスぐらいのイメージですかね。 C プラス、まあ、C プラスぐらいであればもう B でいいかなと僕は、思ったんで、まあ、B にはしておりますけれども、しかし、まあ、まあさっき言ったと佐藤選手の移籍というのは痛いんですよね、うん、得点源として佐藤選手の移籍は痛いんですけど、まあ、そこはやっぱ、ね、岡田選手とか、野瀬選手とか、ね、中山選手とかこの辺の、ね、やっぱ活躍に期待したいところではありますけどもね。でだからまあ主力の顔ぶれは本当、変わりそうですね。最終ラインからまあ前線まで。まあ、前線はそんな変化はないか。うん、結構ね、レギュラーを務める選手は結構変わりそうなイメージはありますね。で、ディフェンダーは村松選手の復帰は、サプライズというところで、この選手がまあセンターバック、どんだけ頑張ることができるかどうかには、期待としてやっぱり一番高い選手にはなってきますね。で、ボランチは個人的にはね、怪我から復帰、まあ、昨シーズンね、出番がなかった、まあ、怪我の影響なんですけれどね、伊沢選手に今年は期待した、一昨年 J2 時代は、ね、結構ボランチとして通用していた面もありますんで、この伊沢選手の、プレーとかね、あとは昨シーズンね、これねシーズン追うごとにどんどん力をつけて成長していた長野選手、ここにも期待して、長野にかかる期待ってなってますね、かかる期待ですね、長野選手にかかる、ね、これ活躍、これも結構サポーター結構これは、期待値高いと思うんで、ね、長野選手に関しても、今シーズンボランチの核として注目したところでございますね。で、あとだから岡田選手が佐藤選手とまあ同等の活躍を期待したいですね。まあ J3 というカテゴリーで見ていくとね、昨シーズン岡田選手の方が得点だけ見ると決めてはいる選手にはなってきますんで、まあそこをどう取るかにはなってきます。もちろんサッカーで得点を決めればいいってもんでもなくて、まあいろんなところでの活躍総合的に求められるものがありますんで、ちょっと岡田選手がどんだけね佐藤選手と同じ数字を残しつつどんだけ北九州にこれ貢献してくれるか、そこちょっと注目度はやっぱ高いですよね。で、あと枚数的な話をするとちょっと右サイドハーフと右サイドバックに関しては、まあ、枚数的な不安はありますよね。で、まあ中山選手がここに入る可能性もあります。まあ、前線に関しては前川選手がいて、平山選手がいて、ちょっとここにはなってきますんでね。ちゅうことを考えると、まあ、前川、平山の2トップをメインとしつつ、中山選手が、まあ、フォワードの控えみたいな、まあ、3番手とかにいるイメージですかね。3番手、4番手にいるイメージだけど、やっぱメインは中山選手は、今年このメンバー構成的には右に回る可能性も、ゼロでないという感じがしてますが、しかし、まあ、中山選手以外で言うと、ね、昨年出番があった選手は池高選手にはなってきますが、それ以外の選手で言うとやっぱりこう大卒とか昨年出番が少なかった選手とかにやっぱかかってきますね。まあ最初も出していると思うんですけどね、まあ、本当出番が少なかった選手とか、新卒選手に関しては、ここに名前がないんで、そういう名前がない選手の、活躍というのもちょっと期待はしていこうと思ってますし、あとフォワード、ね、やっぱ大事なフォワードに関してはやっぱり平山選手が本当の意味で、覚醒することができるかどうか、多分昨シーズン3試合連続ゴールとかなんかそれぐらい連続で決めていたイメージもあって、その他アシストも決めてる選手にはなってきますんで、このチームの軸というかね、核となるべき選手はこれ大卒ね、今年が3年目かな。まあちょっと体の選手にも期待はしていたんですけども、まあ体の選手は契約満了で、退団となってしまっているんで、まあその、体の選手の分もちょっとこの平山選手にかかる期待という、やっぱ、ね、北九州のサポーターからしたらね、まあ、北九州の未来はやっぱり平山体の2トップであると僕も、思っていたんですけどね、特にやっぱ体の選手に関してはね、やっぱりフィジカル能力が高い選手にはなっていたんでね、まあやっぱりこう体の平山の2トップが僕は見て
たかったっていうのはありますが、それは叶わなかったね。本当平山選手にはね、昨シーズン、まあ、シーズン夏場以降かな、本当ね覚醒の気配を見せていた選手になってきますしね。ということで平山選手には、期待したいところでございますし、やっぱこうねサイドアタッカーには岡田選手がやっぱり、得点源として期待ができるんですけれどもね、まあ、じゃあ2トップのところで見ていくと、まあ、前川選手はじゃあ2桁ゴールを決める選手かというと、まあ、そうじゃなくて前川選手の場合は、まあ、2トップの一角なんだけれども、どちらかといえばチャンスメーカータイプであったとか、こうね相手の味方のフォワードか味方のフォワードを、まあ、生かすようなプレーが上手い選手になってきますんで、もちろん前川選手にも得点を期待したいんだけど、まあ、得点という意味ではそれよりも平山選手とか、上方選手とかの方に、期待はやっぱり寄っていくんでね、まあ、これやっぱ平山選手がどんだけやるかどうか、やっぱ生え抜きがどんだけ、勝利に貢献できるかどうかというのは期待していこうと思ってますけどもね。はい、とりあえず言いますね、以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。